編集チャンネル。同期からもお前邪魔なんだよみたいな、あ上司からもお前は人間じゃねえっていうのがずっと続きます。車、うん、に構えてる子いたんですけど、うん、殴られてましたからね、やる気満々のやつ、おめえ帰れよみたいな。それでやめないのがすげえよ。でもやっぱ確かに。どんな感じで大変でした？どんな感じで大変、うん、大変だったエピソードいろいろ聞いてみたいです。令和の光通信だと思ってるんで僕。いい意味で悪い意味でも気休まる暇が一瞬たりともないんですよ。夜とかも上司と連絡取り合って、このお客さんどうしようかっていう話もありますし、上司から課題出されてその日のうちにこなしてこいとかもありますし、お客さんと連絡取れる時間って決まってるじゃないですか。そうですね。それ以外の時間を有効的に使えみたいな。あと週に1回その全体朝礼があるんですけど、はい、どこにいる人間も朝丸ビルに行かないといけない。関東圏ですけど、はい、例えば横浜にいたりとか、うん、埼玉にいたりとかしても朝丸ビルに出社しないといけないんですけど、はい、ただ7時半とか7時半、はい、それはどんな役職が上の人でも、あ絶対ですね。週1です。週1です。朝の7時半から何するんですか朝礼？その前の週の報告と今週こうしますとか、結婚した人がいたらその報告とか、あと絶対社長が来るんで社長の話聞いて、でその後事業部別に分かれて事業部ごとの朝礼があるんですけど、もう気を緩めたら終わりですね。例えばちょっと変な立ち方とかしてると名指しで、おいお前立ち方おかしいぞみたいな、気合入ってんのかみたいな。兵隊ですね本当に。そうそうそう。数字で詰められることあったりするんですか？数字で詰められるのが一番です。特にそのマネージャー主任とか係長とかそういう格の人たちは毎週朝礼の前に朝礼やってるんですよ。その朝礼で週月シーズンの発表をして、そこでめちゃくちゃ詰められるらしいです。大賀さんは、はい、当時は役職あったんですか？僕役職ないです。平社員だとして、その平社員は詰められるんですか？はい、平社員はその詰められたマネージャーに詰められます。どんな詰め方されるんですか？精神的なあれですね。言葉なんですけど圧がすごいんですよ、うん、僕の場合はこうひどい方だったと思うんですけど、はい、お前はまず数字作れてない時点で人間じゃないからっていうのを鬼のような形相をしたマネージャーが言ってくるんですけど、うん、あのマネージャーだけじゃなくて違う課のマネージャーとか所長とかにも言われ続ける。そのマネージャーからしたら自分が育てたっていう感じになるんで、うん、まずメンタルを強くしないといけないっていうことと、うん、数字も作らせないといけないんで、うん、恐ろしい詰め方になっちゃうんですよ。当時はロン毛だったんですか？いやもう全然ロン毛絶対ダメです。今ロン毛ですけど。ロン毛は絶対ダメです。しっかりあの七三で、あ七三でやってました。髪型はそれなんかあるんですか？七三じゃなきゃいけないみたいな。髪型結構厳しかったです。ブロック当てるとマネージャーがトコトコって寄ってきて、おもうここ涼しそうだなみたいな、あダメなんだみたいな、あすいませんでした。多分ポップダンスは皆さんがイメージしてる通りなんですけど、一応ちゃんと意図はあると思うんで、無駄に詰めてるわけではない。無駄に詰めてるわけじゃない。不動産業界って、はい、商材が決まってるから、はい、いかに他社よりもメンタル強く行動量多くやり続けるかっていうところでしか差がつきようがないから、だからそういう体制にどこもなりがちなんでしょうね、はい、不動産はそうですね。昔から多分あんまり変わってないと思うんですよ、うん、営業のスタイルは。1日のそのスケジュールとかで言うと、はい、どんな感じなんですか？朝礼とか何もない日だと8時半に出社してまず店舗で朝礼をします、はい、朝礼が終わった瞬間全員デスクついて、メール送る人はメール送る、うん、外出る人は外出るで、うん、一瞬でも緩めたら、まあ、飛んでくるんですけど、カツがフーとかなんかちょっとなるじゃないですか。多分だため息とかも言われます。なんでお前ため息ついたの？常に元気出ないといけないんです。声が小さかったりしても怒られるし、だからそのスケジュールの中で一日中ずっと声がでかくないといけないんです。オープンハウスって外で看板持って厳選営業っていうのがあるんですよ。オープンハウスの源泉となってる営業スタイルということで源泉、ね、若手はまず源泉行きます、うん、ご案内とかがあるんで、うん、夜になるまでずっとやるんです。今は多分時間変わってるんですけど、当時は夜7時から9時は追客のゴールデンタイムだったんで、電話とメール、はいはいはい、1日何千本ぐらいみたいな、うん、そういうのをやって、うん、帰りの修礼やって終わりっていう感じだったんですけど、11時ぐらいに終わるっていうイメージですか？僕がいた当時もすでに厳しくなってて、うん、平日9時半に退社です。あ早いですね。で9時半に残ってたら人事から電話来て、なんで残ってんだ、カメラ見られてる、はい、めちゃくちゃ怒られるんですけど、ただ僕の場合その問題児だったんで、あお前の残業申請しといたから、お前今日11時まで働けるよ、喜べみたいな、ありがとうございます。全然嬉しくないですけど、そのありがとうございますの声も大きく言わない。あんまでかくないです。お前全然ありがたがってねえなみたいな、うーんとか言って伸びしたらやばいわけですね。伸びも元気にしないといけないです、うん、よっしゃーみたいな気合い入れてる感じで、気合い入れてる感じで、なんでお前疲れたふりしてんだって言われるんで。疲れたふりって言われるんですか？そうですね、まあ、実際上長の人たちの方が絶対疲れてるんで、うん、僕らよりハードワークなんで。同期で仲良くなって飲みに行くとかあるんですか？同期で仲良くなって飲みに行くもあるんですけど、それもあんまり勧められてないんですよ。不動産が多いですね。同業他社と、あとは名前出しちゃうと見に行く人が多いですね。あこの連中チャンネル見てる人で学歴がないけど稼ぎたいファーストキャリアの一つとしてオープンハウス行って縛かれるっていうのはありかもしれないですね。
年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。